こんにちは、今日は新カード1枚紹介していこうと思うんやけども、6コストで、ゼロのクリーチャー、ゼロのパワーのクリーチャーで、イソギンチャクのイブリジュデュアル、パワードブレイカーというものを持っているみたいで、まあ、今回が初めて追加されるのかな。さあバリバリやりましょう。自分の墓地にある闇のクリーチャー1体につきパワーを2000すると、これまあ闇単デッキがワンチャン流行るかなって感じやんね。でパワー6000ごとに、まあシールドをさらにブレイクすることができると。だから6000になったら、まあダブルブレイカーと、まあ6コス6000ダブルブレイカーとかになると結構強そうやんね。まあ墓地が多くなればなるほどクアトロブレイカー1万とかなってくると、まあシャドウムーンとかの相性もいいし、なんかワーム系のさカードに3コス2000で自分のターン開始時、まあデッキからね、デッキの一番上からカードをなんか捨てるみたいなカードあったけども、それ闇タンデッキとかにしたらね4000とかになって、結構この闇タンのね、デッキが映えるんじゃないかなと思うよね。闇タンデッキのバルムとかも結構面白そうやし、バルム4枚採用してデーモンコマンド埋め尽くして闇タン、シャドウムーン、ゼリーワーム、なんかそういう構築もなんかすごいロマン性があって面白そうやんね。いやバルムさえ持ってればね、しっかりそのボルメテウスとかも対応できるだろうし、まあ次の環境闇文明も結構面白そうな、カードがたくさん追加されてるなって感じないけども、まあ今期1枚1枚のカードが結構面白いカードがたくさん採用されてる感じはすごいよね。なんやけども、まあ面白いと思うよ、面白いと思うけども、新パックのね発売日早く紹介してください。